では初めに、皆さんからご質問の多かったサイズ感について、ご説明をしたいと思います。こちらがマウンテニアというモデルになります。こちらで M サイズになりますが、身長が171センチ、サイズ感的には、まあ、ジャストサイズ、マーリスに関しては少しタイトめになりますが、袖丈に関しては少し長めの設定になっています。次はモデル紹介です。こちらがマウンテニアというモデルになります。まず特徴的なディティールになりますが、このフロント部分、通常ですとこちらが防水の止水ジッパーになっています。水が入らないような仕様になっています。レザーダウンの場合、水が入りにくい構造になっていることで、衣服内の暖かい空気も外に出にくい構造になっています。そのためにベンチレーションを設けているんですが、袖下のピットベンチレーションと呼ばれるベンチレーションがあるんですが、これだけではなくて、このフロント部分に特徴があります。デュアルベンチレーションと呼ぶ仕様になるんですが、こちら側でファスナーを閉じていただけると、ここにメッシュのパーツが存在します。ここから空気を取り込んで、先ほどの袖下の部分から衣服内の暖かい空気を外に出すという仕様になっています。ほとんどのミズサーダウンはこのデュアルベンチレーションという仕様がついています。次にパラフードについてご説明をしたいと思います。通常のフードですと、まあ、このような形でこの部分にですね、雨や雪が溜まってしまうことがあるかと思います。それを解消するために、このマウンテニアは今フードの部分をジッパーで閉じています。この状態では今フードをかぶることができません。雨が降ってフードが必要な時には、このジッパーをこちら側に、通常とは逆のこちら側に開けていただくことで、このファスナーが開くことができます。この状態で今もうファスナーが開いています。あとは手で開けていただくことで、スムーズにフードの開閉が可能です。次にご紹介するのがシャトルです。先ほどのマウンテニアに比べてダウン量が約 70% のライトタイプになります。最大の特徴はフード部分にありますボアシステムというダイヤルを装備しています。このボアシステムですが、ダイヤルを回すことによってフード周りのサイズを調節することが可能です。例えば冬場グローブをされているときや自転車などに乗られているときも、片手で簡単に操作することができます。次にアンカーというモデルを紹介します。2008年にミズサーダウンが初めて誕生したときから存在するモデルになります。名前の由来は船の錨のアンカーという意味で、揺るがないという意味が込められています。唯一こちらは、フードがディタッチャブル仕様になっています。次にストームというモデルです。こちらの最大の特徴は、このポケット周りと、袖口、フード部分にあるストリームラインというラインになります。このラインは水の流れをコントロールするという機能を備えていまして、水滴がこのラインに沿って流れることでポケットや手が濡れない仕様になっています。実際に映像をご覧ください。次に今シーズンの新モデルのストレイタムになります。こちらは 2-in-1 のダウンジャケットの仕様になっています。インナーはミドル丈のシェルコート、アウターがショート丈のダウンジャケットになっています。フロント部分のジッパーを操作することで取り外しが可能です。ショート丈のダウンジャケットを単体で着るとこのような形になります。
次にマウンテニアのハーフコートになります。先ほどのマウンテニアよりも丈の長いミドルタイプのハーフコートになります。最大の特徴はウエスト脇のボアダイヤルになります。ボアダイヤルを回すことによって裏地が体にフィットすることで保温性を高めることが可能です。また丈の長いタイプのためにサイドにもポケットを備えています。次にレディースのサイズを見ていきたいと思います。同じくマウンテニアになります。160センチで M サイズを着用しているイメージです。身幅はジャスト、袖丈は少し長めの設定になっています。次にレディースアンカーです。メンズとの違いはマーク位置、それから脇ポケットの仕様になります。フードは同じくディタッチャブルの仕様になっています。次にアンカーのハーフコートになります。先ほどのアンカーよりも丈の長いミドル丈のハーフコートで、こちらはレディースのみの展開になっています。次にレディースのエレメントというモデルになります。こちらもレディースのみの展開で、先ほどのアンカーハーフコートよりもさらに丈の長いロングタイプのコートになります。